じゃあこんにちは。久しぶりやな。久しぶりですよね。本当に元気してました？もう元気。途中沖縄行ったりとかな、いろいろしてたから。焼けてますもんね。焼けてる。沖縄暑かったですか？いや、天気良かったな。今年のキャンプはやっぱこう恵まれてるわけ、あの天気に。雨ないですもんね。ないない。だからまあちょっと疲れ気味の選手もいたけどな、逆にな。あ、お休みになるのかな。そう。で、雨が降って、はい、首脳陣って何考えるかって言ったら、はい、まあここら辺でちょっとブレイクするかみたいな、うん、休むかみたいなことを考えるんだけどさ、はい、やっぱ天気がいいと休めないもんな。そうですよね。だから、まあ、バテてる選手も中にはいた。あ、そうなんですね。そう。あ、誰とは言わないけれどもですか。いや、大概バテてる。やっぱやりすぎると。あ、まあ、いや、天気がいいもん。汗が吹き出すぐらいの天気だから。あ、確かに。で、気温上がると、うん、そのエネルギーが、体力の消耗もありますもんね、うん、そう。あ、まあ、そういうことでね。キャンプも帰ってきたことですので、はい、キャンプ帰ってきたのはいいんですけど、うん、里崎さんがなんか YouTube でなんか面白いチーム作ってませんでした、まあ、YouTube でってチャンネルで、まあ、チャンネルでお前何で改めて YouTube でってあいつやってねえみてえじゃん。そうですね、やってんだ。一緒にやってるんですから。そう、一緒にやってる。あのチーム里崎を10億円で作ったというな。そうなんですよ。なんだよ、じゃあ俺も作ってやろうじゃないかと思って、はい、ちなみに、はい、チーム里崎は、はい、今手元にあるんですけれども、うん、そのどういった選手は、うん、甘いな。甘い。俺の方が俺が10億円で作ったチームの方が強い、はい、これで全部で3億ぴったしだったそうです。10億な。あ、すみません、10億ぴったし。これで3億だったら殴られるよ。そうです、ね、選手にも。そうですね、怒られますね。そうです。で、我々も、はい、じゃあこの、動画を撮る前に考えました、うん。いやー、なんかすごいな、みんな年俸高いな、うん、もらってますね。もらってる。いやでも、はい、里よりも絶対強いが、うん、俺のチームのメンバー聞いたらもう間違いなく強い、うん。で、豊か、まずメンバーを言う前に、うん、豊かさんはどういうチームを作りましたか。どんなチーム、特色としてあります、なんか、まあ、金で集めてだけどやっぱポイントは、はい、やっぱ守れる選手、うんうんうん、で打てる選手、うん、まあ勝負強い選手、はい、まあそういうのを織り交ぜながら作ってるけど、うん、はい、やっぱり一番は、うん、里と一緒で荻野だな、うん。あー、ロッテ荻野。やっぱ荻野の力からするとさ、7800万、うん、これは魅力的な一番だよ。そうですね。あ、お買い得って言ったら変ですけど。いや、お買い得だよ。そうですよね。だってこれ1億5000万とか1億8000万ぐらいもらってても、はい、能力的にはおかしくない選手だから、はい、これが7800円で買えた。7800円じゃない、7800万でね、買えた。はい、ね、お得。お得ですよね。で、一番は一緒ですね、里崎さん。そうだな、はい。まあ、ここら辺はちょっとしょうがない。まあ、荻野が安いんだ、しょうがない。そうですよね。で、2番、2番、ショート源田。お、1億4000万。ここはまあ、ね、ここはやっぱりね、守りのスペシャリストはショートに置きたい。ショートに置きたい。置きたい。それとやっぱ小技もできるし、はい、まあまあ1億4000万だったら、荻野とかあれすると、はい、1、2番組ますと、荻野が安い分だけ、ここに高いの持ってきてもいいかなと。坂本選手じゃないんですね。坂本を持っていったらさ、半分以上年俸取られるもん。それは難しいよ。資金繰りが。まあそうですね。ね、まあだから資金繰りということを考えると、やっぱこう、源田。まだまだ安い。源田選手1億4000万、うん、ね。さあ、ここからクリーンアップきますよ。はい。はい、で、ライトに石川。うん、このね、バッティングっていうのは、俺、天才的だと思うんだよ。はい、で、昨年3番をカーフで打つようになって、また一皮むけたし、はい、外野に行って、やっぱバッティングが落ち着いたんだよね。はい、だから、まあ、ここら辺でやっぱこう、西川。ライトで。バットコントロールがいいし。はい、で、お買い得。6800万。高いのか安いのか分かんないけどな。まあ、そうですけど、うん、まあ、でもクリーンアップの3番で6800万はいいんじゃないですか。うん、まあいいよね、はい。いやいや、今年またブレイクすると、これがまた倍増になってくるから。あ、だから今お買い得のうちに。ああ、もう持ってこい。そうですよね。そう。はい。さあ、そして4番です。ファースト、外。外選手、はい、ベイのね、はい。まあ、やっぱり4番張るぐらいだったらさ、やっぱこう、ホームランを2年連続取ってるとか。うん、まあ、そういう選手を持ってきたかったし、はい、でファースト1本でやらせたらもっと打つんじゃないかというね、うん、で1億8500万、はい、
まあ、ここら辺はちょっとグラシアルと迷ったけどね。迷ってましたね。迷ってたけど500万しか違わないんだよ。そうなんですね。グラシアルと、あの外選手の方が高いんですよね。ちょっと高いかな、はい、うん、でもやっぱこう軸という意味では体も強いしね、はい、怪我は故障もないし、うんうんうん、はい、じゃあここは DeNA の外選手、そう、はい、さあ5番です、はい、レフト福田、うん、中日、中日の6500、これはね、はい、勝負強いんだよ福田選手、うん、それとも真面目で外が歩かされてた時に、はい、福田という勝負強さが生きてくる。ここで福田は勝負強いから本当に、うん、だからここら辺は、はい、まあ、お買い得。 そして、はい、6番サード高橋周平、あ、同じ中日の、はい、いやこれはね、周平はね守備もいいし、はい、昨年バッティングを、覚えたよね、うんうん、で一皮むけた、はい、で宮崎っていうことも考えたんだけど、うん、高いんだ、倍以上するんだ高橋周平の。1億いっちゃうんですね。いやもう1億いっちゃう、はい、だから6000万の高橋周平、うん、ね、もう抑えてますね、やっぱ費用というか、いや抑えるんですよ、うんうん、それはもう抑えるんですよ。そうですね。さあ7番です、はい、DH、うん、オースティン、はい、DeNA、はい、1億、おこれメジャー経験者だし、はい、まあもう巨人とのオープン戦で2打席連続ホームランを打ったように、はい、俺力はあると思う、うん、でこれ日本の野球に慣れてきたら、はい、7番を打たすけど、うん、DH で3番に西川と入れ替えても、西川が調子が悪くなったら、はい、変えるっていう柔軟性もある。あ、クリーンアップを打てる力は俺は持ってると思うんだけど、はい、まあここで最初はスタートだから無理させないように、うん、じゃあ7番で最初は DH で、そう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 、うん、はい、はい、さあ8番、キャッチャー梅野、あ、梅野選手にしたんですね。なんでよ。いや、まあいろんなねキャッチャーの方いますけど、まあ確かに甲斐キャノンってものすごく、うん、日本シリーズで騒がれたけども、梅ちゃんも阻止率いいんだよ、うん、お、実は、うん、はい、実はいいし、梅野の方がバッティングがいいんじゃないかって俺は評価してるわけ。確かに甲斐っていうのは、はい、キャッチャーではすごい守備ができるし、はい、いいって思うけど、はい、俺梅野も捨てたもんじゃないと思う、うんうん、もちろん目立たないけど、うんうん、あいつは好きなんだけどね、高いから、そう、そうですね、高いんだ、そうね、なるほど。でも梅ちゃんは、はい、俺はこの1億という評価以上のものは俺は持ってるつもり、うん、梅野に対して、はい、だからもう梅ちゃん、そうなんです。豊さん、キャッチャー考えたとき、速投で梅野選手って、そうだね、出てましたもんね、迷わず。直行は8番、キャッチャー。10億円だからね。決められてるから、お金がね。そうですよね、その中でですもんね。さあ、9番です。はい、セカンド、牧原、ソフトバンク、4000万。おぉ、ね。これもうしぶといもん。牧原選手も、ね。まあ、阿部も去年ブレイクしたけども、はい、牧原っていうのは、やっぱもう阿部よりは守備範囲広いし、うん、足も速いし。うん、ということで、やっぱ9番に置くんだったら牧原かな。なるほど。でセカンドのポジションで上位を出すんだったら牧原じゃないかもなんだけど、年俸が釣り合わないよね。そうなってくる。そうですよね。うん、はい、でここで全部こうね、バッター、野手はね、野手は、はい。そしてピッチャーです。はい、山本。これが一緒だよね。一緒ですね。オリックス。そらね、1億いってない、9000万で山本買えるっていうんだったら、うん、2人ぐらい買いたいね、山本投手はね、2人ね、2人ぐらい買いたい。いや、そうですよね、1億いってないんですもんね、うん、森原、あ、楽天の4500万、はい、これはやっぱりいいピッチャーだよ、力あるし、うん、ね、お買い得だよ、お買い得、お買い得のうちに買っとくというね、もうそうですよね、そう、そして抑えが、これはね、うん、1600万のどうする、ちょっとさ、え、1600万って、これは可能性にかける、誰、佐々木朗希、ルーキーですよ、これはね、1イニングだったら、あの球ビンビン投げられたら、うん、そんなに簡単に多分打てないよ、キャンプで見たけど、どうでした、いや、いい、素晴らしい、素晴らしい、一緒に対談されてますか、やったやった、そうですよね、うん、それとね、やっぱうちに秘めたものがあるし、はい、これ1イニングだったらいける、うん、でも、まあ、本人は先発で行きたいけど、湯崎さんが口説くんですね、そこは。いやいや、年俸で決めるから、それしょうがないよ。いやいや、逆にしてもいいんだよ、山本、佐々木朗希を。おお、いや、だから佐々木が危ないってなったら、山本、ロングが効くから、そうか、山本持っていきゃいいです。これはじゃ
さ、変えられるってこと？変えられる、変えられる。そこまで考えて。当たり前よ、お前。すごいですね。だから1600万の投資だから。まだ。まだね。すぐ上がるよ、これ。予想が今のうちに。今のうちに。今のうちに。それで。そして、8億9700万。残ってるで1300万残ってるんだよな。そうです、そうです、そうです。ね。うん、で、里が甘いところは、うん、これ、怪我したらどうするんだと。あ、全部使い切っちゃう。使い切っちゃう。そうでしょ。違う、俺は1000万の小園を、はい、もうどこでもやる。俺の膝元置いとく。もう帰るでしょうがない。小園置いとく。1000万で。1000万でですよ。1000万で小園買えるんだよ。それはお買い得。お買い得でしょ。はい。ね。いや、打ったバット引いてこいっつって。使ってもいいし。そんな。いや、まだまだ。あ、うん、だけど、誰か悪いってなったら、小園どこでも使えるから、あの子のセンスだったら。いや、そうですよ、ね。外野だってそうだ。里崎さんはもう変えられません。まあ、甘いな、ちょっと考えがな。じゃあ、1000万で、1000万で小園選手を置いておく。で、なんと残り、300万。300万残ったんですよ。それは、俺の給料にして。年俸月25万。いや、このチームを預かるんだったら、はい、俺そこの年俸でいいよ。300万でベンチ座ってますか。そうそう、うん、あれですよ、自分で全部マウンドにも行かなきゃいけないんです。いや、もう全然いい、全然いいですか。全然いい、全然いい、うん、わー、これで ね、中国のチームできましたけど、そう、ここはいいチームだと思うよ。いや、そうですよね、うん、確かに、まあ、お金がね、資金力があれば、まあ、あのいい選手とか、それは簡単じゃない、ね、簡単に年俸高い選手持ってこれますけど、それはもうベストナインになっちゃうから。そうですよね、これは10億の中の俺のベストナインだ。あ、これはいいですね。まあ、小園プラス、小園プラス、ね、ここ重要です、ね、ここ重要、やだ、控えが必要だね。そうですね、ここ里崎さん300万残しの俺が懐に入れるときね。300万でも取ってくるんですね。バカ野郎。だって誰が仕切るんだ。あ、監督いない。あ、まあ、0円。あ、だから無報酬なんだろうね、佐藤はね。そういうことですね。こっちはもう控えも監督料も取っての込み込みで、そうね。だからまあちょっとね、はい、あれだけども、佐藤の動画と俺の動画を見て、はい、どっちが強いのかコメント欄に、はい、これカワプロとかでできないんですか。いや、できると思う。だこれ、カワプロに豊さんこのチームでやって、里崎さんこのチームでやって、それはどっちがうまいかだ。あ、そっか。コンピューター同士でやるさ、どっちがどう。そっか。いや、これをね、じゃあ見てる方が、どっちが強いか、ね、判断していただきたいと思います。はい、私は。